ヒラノシオクロサギ、番宣から姿消す。ジャニーズの圧力説が浮上も真相は現在、キングプリンスへのメンバーであり、俳優としても活躍しているヒラノシオが主演する t b s 系金曜ドラマ、クロサギが放送中です。しかし、最近、平野が番組の宣伝活動から姿を消しているという話題が浮上しています。 11月29日に放送された TBS の人気バラエティ番組バナナサンドではドラマクロサギでヒロイン役を務める黒島ケツナと平野演じる主人公に力を貸す詐欺師を演じる山本孝二の二人がゲスト出演しました。彼らは様々なコーナーに登場し12月2日に放送されるクロサギ第7話の宣伝も行いました。 しかし、主演の平野は姿を見せませんでした。同じく平野が主演するドラマ直後に放送される人気トーク番組、オストゥーデ d o でも同様の状況が続いており、11月25日にはヒロインの黒島ケツナが登場し、12月2日には刑事役で黒詐に出演する精子興海が登場しました。 しかし、今のところ主演の平野の姿は見受けられず、次週の12月9日には、騎士団の綾小事章が予定されています。ドラマ放送直前の10月20日には、平野は、桜井有吉座夜会に出演していたため、当初は平野の番宣活動もあると期待されていましたが、最近は彼の姿を見ることがめっきり少なくなっています。 平野は来年の5月22日をもってキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退社することを発表しています。そのため、ファンの間では事務所による圧力があるのではないかという憶測が広がっています。くしくも11月20日に放送された TBS の日曜日の初耳学では、戸田エリカがコードブルードクターヘリ緊急救命シリーズについて話す場面で、 山下の名前も出ていたにもかかわらず、山下以外のメインキャストの写真や映像のみが登場し、主演の山下が画面から抹消されるという事態が起こりました。山下はかつてジャニーズに所属していた時に黒詐ギの主演を務めており、退場する平野も同じ目に遭うのではという不安が広がっていました。女性指揮者の話。 さらに、ファンの不安を増大させる発言がありました。暴露系 YOU として注目を浴びるガーシーこと東谷義一氏が11月29日の生配信で平野に届く広告仕事のオファーについて言及し、事務所がなぜか返答を引き延ばしている上に、ジャニーズ事務所の所属タレントを逆提案し、それに興味を持っていると発言しました。 その結果、平野の個人の仕事が減少しているようであり、要するに、事務所内の圧力があるのではないかと語っています。このような状況から、ファンも不安を募らせているわけですが、番宣活動に関しては、思い過ごしの可能性が高いようです。聞いたところでは単純に平野のスケジュールの都合で出演が難しかったようです。 実際、12月3日に放送される王様のブランチでは生出演ではありませんが、平野や他のキャストのインタビューが放送されることがすでに告知されています。テレビ関係者の話、もしも事務所に何らかの意図があるとすれば、12月3日のベストアーキスト2022日本テレビ系を皮切りにした年末の音楽特番に生出演するかどうか、 そして人気ドラマの最終回直前には必ずキャストを生出演させることが恒例となっている王様のブランチに平野が生出演するかどうかといった点が注目されるでしょう。果たして平野はただ多忙なだけなのでしょうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。